持っとくぞ。なんか、なんかハモってみた。これは、ココの、最後の、失われたはずの歌声が、記憶を嫌おうなしに呼び覚ます。思い出してほしいと言わぐてに。ココの、最初で最後のコンサート。ここに響いてくるね。なんだ？あ、こういう感じのことやりよった。客少ねえな。6人ぐらいしか泊まってくれてないな。人々の前で道を、あ、集まってきてる。でも足を止め、耳を澄まし、目歌ってる。人が歌うところなんて初めて見たよ。そんなにいいか。コンサート開きたい。え、私みんなの前で歌ってみたい。歌うってどこでだよ。どこでもいいよ。できるだけ多くの人に歌を聴いてもらえる場所なら。観客が私だけじゃ不満なの。いいえ、何一つ不満はないわ。むしろ満ち足りているくらい。だったらここでずっと歌っていれば。不満はないけど不足はある。種はなるべく広くまかないと。ええ、そうよ。この巡りを断ち切るの。巡り？ココ何が見えてるのお前には。ココ何の発症してるのお前には。とにかく私は歌いたいの。お願いクロエ、この気持ちを分かって。ココには何もかもが分かっとるかのごとく、お前には何が分かってんの。分かった。アウトデウス最大の謎やな、お前。お？こんにちは、クロエさん。僕はアオバ。クロエさんと同じ、プロメテウスの訓練生だよ。これ初対面の頃なんじゃ。コウコさんとは親同士が知り合いで、小さい頃に一緒に遊んだことがあるんだ。どういうことだ。聞いての通り。どういうことだ。アオバ君に手伝いをお願いしたの。コンサートを開催するために。手伝いなんて。別に私たち二人では無理でしょ。ねえ、青葉くんはピアノが弾けるのよ。頼もしいと思わない？そうだった。それにお友達も連れてきてくれたの。まあお友達という状況だった今。俺はヤマト。クロエと青葉と同じプロメテウスの訓練生だ。クロエとは昔からのライバルだ。そう言ったな、そういえば。訓練でいつも1位と2位を争ってんだぜ。な、クロエ。だがいつも1位は俺だ。お前なんて知らない。なあ、もしかして俺、来ちゃいけなかった。いくつになるな、ヤマト。お前はここでおっていいぞ、お前。あり、勢いで青葉につって。やっぱり、帰るよ、俺。あなたもここにいていい。新鮮な山田やな、今。来てくれてありがとう。青葉くん、ヤマトくん、あなたたちを心から。メッセージウィンドウがちょうど顔隠してるな。クロエのことをよろしくね。お母さんか、お前は。しかし、こうやって、コークは何かを分かった上でみんなに種を振りまく。種っていうのが何なのか具体的に分からんけど。誰しもが足を止め、コークの声に聞き入っている。ステージ上で歌うコークは女神のようだ。こうやってみんなに希望という種をまきよったんかな、コークは。私の歌を聴いてくれてありがとう。この瞬間をどうかずっと覚えていてね。ログではなく心の中に。あなたたちが覚えていてくれればきっと今にもっと素敵な歌が街中から聞こえてくるわ。クロエ、あなた最初からずっと泣いていたでしょ。え、泣いてた？私泣いてた？泣き虫なんだから。お前。泣いてない。
嘘言わないの。俺どんな顔してる？ねえ、今俺どんな顔してる？鏡くれへん？私は目が見えない代わりにとても耳がいいのよ、クロエ。お前聞こえてた？なぜ泣きずする音。クロエの泣き声を聞き逃したりなんてしないから。怖いな。お前の地獄耳怖いな。そうなの、クロエ？俺には気づかんかったよ。素敵ね。涙伝ってる？俺の目の下涙で伝ってる？温かな心がこんなにたくさん。ねえ、よかった。顔も知らないまだ見ぬあなた、私はあなたたちの悲しみを少しでも癒すことができたのかしら。できたんじゃないかな。もしも癒すことができたのなら、私はもしもコウコがあの時すでに何かを見据えていたのだとしたら、コウコはなぜ見据えてそうだな。これこの前のこと考えたらさ、どうせ死ぬのならクロエの手で。これまでの風船をだんだん回収していく気がするわ。お葬式ぐらいにな。ログに残るコウコの歌声との符号点が多い。コウコの思考と記憶を想定よりも色濃く引き継いでいるようだ。うん、コウコを捕食し吸収したからこそのゲートだろう。辛いだろうが直視するんだ、クロエ。コウコはアニマに捕食されているんだ。うん。メテオラ、歌うアニマ、その姿がなぜかあの日の記憶と重なった。そうか、それで今の回想が。コウコはあの時メテオラに歌っていた。歌は誰にでも届く。種の垣根を越えてあまねく命に。だからメテオラにも歌いかけてたのか。クロエ、こんな時にぼんやりするな。なんだよお前、大の字に立って。気になることでもあるのか。気になること、なんだこれ。あ、歌ってもらうという選択肢があるんじゃん。アニマと一緒に歌えない。デュエット、まさかのデュエット来た。私に獣ごときと歌えだと。ふざけるな。お前の歌を軽んじているわけじゃない。なんだこれ、デュエットしたらさ、どういうコンビ名する？アニノア。アニノアは割とありな気がするな。アニノア、アニノア英語で書いたら割とピンとくるな。これアニノアファーストアルバム、割とありな気がする。歌うものが立っている。この状況が偶然とは思えない。赤と青っていうのかな、衣装が赤と青っていうのがちょうどいい感じ。私はなぜコウコが死ぬ直前に黄色欲しいな。こうなったら黄色でトリをやりたいな。お前にしか頼めないんだ、コウコの歌声を持ったノアにしか。な、うん、気分は乗らないが一度だけだぞ。サンキュー。歌ってみせるよ、ノアティ。アホどもがね、アキーロー、キーロー来たー。みんなまさかのキーローおったー。まさかのキーローおったわ。お前も混ざる、ジュリー。お前歌える？今お前歌えんでも改造手術で歌えるようになりそうな気がするけど、歌えろお前。驚くことないだろう、こんな面白そうな状況。何が一番驚いたのかというとさ、黄色欲しいなと思ってたら黄色来たけんな。そこが一番驚きだよ。ジュリー博士が見逃すはずないじゃないか。いつも監視しよったんじゃ。ほらノア、準備したまえ。オーディエンスは多ければ多い方がいいだろう。本当にやるんだな、クロエ。頼むノア。ジュリー博士で3人目なりません？やばい、立ち位置がほんまに3人目みたいな位置取りになっとる。お前の目を覚ますためだ。一曲だけ歌ってやろう。ああ。私と歌えば、もう隠すことはできなくなるぞ。うちに秘めた殺意も、企みも、何もかも、歌はすべてを暴き出す。恋にはすべてが現れるからな。高度な知性的存在である。あんたもおるんか。強靭なる肉体的存在である。
メテオラアニマ。このポジションで聞いたらお前なプロデューサーみたいな感じになってるぞお前。共に高校九重を由来とする二人だが、そのあり方は遥か遠くかけ離れている。進化の果てと果ての存在だ。そんな二人が歌でどこまで近づき合うことができるのか、興味深い。とてもね。うん、なんかセンターの取り合いみたいな話になってきてるな。センターの取り合いの話かねこれ。それでは始めたまえ。私の真似をして歌え。音程をずらすなよ。行くぞ。音楽のレッスンの話かなこれ。あ、この音は何か出てきているな。共同幻想すらも記録してしまうのか。勤勉な記述者だ。いや、審問官か。審問？拡張情報体だからないも同然。そんな言い訳は通用しない。万人があると認識しているノアは世界にとってもあると思うことか。どういうことを言ってるんだ？審問官？え、もしかしてノアってさ、メタオラからそういう感情を引き出すための審問官として作られたみたいな存在なん？これ実は。え、そういうことな？まさにそのための仕事を今やいよる感じになってるのかな。引き出しよんか。ハモってるし。即席じゃないやろお前ら。わあ、何？何この世界。なんだ。そんな。ああ、そうか。そういうことか。何を理解した？お前らは本来ただの仕組みに過ぎず、なのに仕組み？苦しかったのか。ずっとなんか理解したぞアニマのことを。いや、メテラのことをかな。伝わった、伝わってきたよ。お前の思い、お前の苦悩、私たちの行き着く果て。え？いいねいいね。予想外こそが科学の醍醐味ってやつだからね。何？何を理解したと言うんだい？にしても少し予想外が過ぎる。今の光は何だろう？共鳴音の出どころは？あの竹だけしい鳴き声は何だい？デイタ、何か知ってるの？知っとるんか？いいえ、何も。私は科学者ではありません。でもお前裏で研究してるとか言わなかったっけ？君の目に映るものを知りたいな。デイタ、何を見ているんだい？いいえ、何も。司令の私が見ているものは羅針盤の針の先のみ。いずれたどり着く新天地のありさまを思い描くことぐらいはありますが。これを見て何か新天地のありさまは新しく書き換わったかい？ほどほどにしときなよ。空想ばかりしていると目がつぶれかねないからね。ご忠告感謝します。何かノアが理解してしまったな。何なんだろう。アニマを見るノアの目に敵意はもう消えていた。なあ、むしろその瞳には哀れみにも近いものが感じられた。何が分かったんだよ。これからのノアが変わる。未来への予感か。ねえクロエ、お願いしても
いいかしら。何かしてほしいことがあるなら単純に命令すればいい。何？キスしてほしいか？キスしてほしい、キスしてほしい、キスしてほしい。私は高校の護衛だ。随従する者は主人の命令に逆らえない。さ、なら、え？なに？護衛、ボディーガードを務めようでかい？その銃で私を撃って。は？今日の冗談はとびきり立ちが悪いな。古風な武器まで持ち出して。お前な。これはどんな思考実験だ？いいえ、実験ではないわ。私は撃ち抜かれたいの。あなたの手で、あなたの意志で。マゾヒストってもう極めればここまで来るのかい？笑えない。またそうやって楽しんでいるんだろう。私が戸惑うの。残念だったな。さすがにもう。ねえクロエ、知ってる？私の目が見えない理由。あ、え、理由あんの？医療の発展したこの時代に視力や脚力を失うなんてありえないと思わない？そうなのかい？いや、そうかもしれんけどさ。ありえているじゃないか。現にコウコは違うのか？クロエ、私はもうすぐ死ぬの。あ？死ぬ？そんな若い見た目で。不自由な目も動かない足も、全ての原因はこの脳のほころび。生まれる前から不完全だった私の脳はゆっくりと少しずつその機能を失っていく。そればっかりはさすがに直せんって言いたいのか。まずは目から光が消えて、やがて足に力が入らなくなった。次に壊れるのはどこかしら。そう思っていたら脳そのものが壊れ始めたみたい。最近は記憶や意識もおぼろげで、今までの生活を保つのでさえ精一杯。毎日少しずつ私は私を失っていく。何を言っているんだ。そんなことない。だって普通に接していたじゃないか。私は毎日お前に会っているが、別に変だと思ったことなど。コンサートだってこの間開いたばかりなのに。悟ってるのか、コウコ自身は自分の限界を誘ってるのか。まさかそれも思い出作りだとか言うつもり。ああ、どうせなら幸福な思い出の中で死にたいわ。そのすべてを忘れてしまう前に。やめろ。朝目覚めるたびに私は私の名前をつぶやくの。思い出の中に欠けたところがないかを確認して、その次に大切な人たちの顔を思い返す、うん、お父様の顔を、お母様の顔を、それからクロエ、あなたの顔を、そして初めて安堵するのよ。ああ、よかった。ちゃんと覚えている。私はまだ私でいられる。やめろ、聞きたくない。けれどね、残っている記憶も今はもうぼんやりとだけ。夜眠りにつくたびに思うわ。明日の私はちゃんと私を覚えているかしら。大切な人たちのこと、忘れちゃいけない人たちのこと、ちゃんと覚えていられるかしら。もういい、やめてくれ。何が言いたいんだよ、コウコ。もうお相手だとでも言いたいのか。壊れ始めている。このままじゃ忘れたことさえわからなくなってしまう。そんなの嫌。私はね、クロエ、あなたの前ではちゃんと高校でいたいわ。最後まであなたの慕ってくれた高校でいたいわ。高校のままで死にたい、だから終わらせてほしいって言いたいのか。近寄るな、来ないで。私にはできない、切るわけがない。ああ、私の心はあなたのもの。ずっと
いよ近いよ近いよ。二人の胸が膨らみが同時に見えちゃうよ。だからお願い、この銃で私の心臓を撃ち抜いて。また私に決断を迫るのか。できるわけないじゃないか。だって攻略サイトが撃たない選択肢を指定してるから。無理ですね。なぜなら攻略サイトが打たないっていう選択肢を選べって書いてるから、俺が打たないからね。めっちゃプルプル増えてる。めっちゃプルプル増えてる。めっちゃプルプル増えてますぜ。はい、打ちませんでした。これでオッケー。打てるわけないよ。高校のことを傷つけるなんて。私には。どこまでも優しいクロエ。これ売ったらどうなるんだろう。大切にしてくれるのね。でも過去と今どちらを選び取るべきなのか。クロエ、あなたはそれを考え続けなくてはいけないわ。重たい決断を押し付けないで。天秤の傾きを。待て、ココ。クロエ、大丈夫か。クロエ、おう、夢だったんじゃ。やっと目を覚ましたな。ずいぶんとうなされていたぞ。そのまま死んでしまうのかと。あまり思いたくないようなことでしたよ。大げさだな。夢で人が死ねるものか。ショック死はしそうだったな、あの展開。えぐいな。悪い夢か。いや、どうかな。それよりこんな話をしに来たわけじゃないだろう。どうした？クロエ、お前にも聞こえたんだろう。私とアニマが声を重ねた。あの時、どこからか聞こえた。あの轟音を。轟音？耳が張り裂けるような。そんなあった？あの恐ろしい方向を。何それ？何それ？轟音なんかあった？え、肯定するってそんな轟音あった？ごめん、俺はプレイヤーとしての俺はわからなかった。あれはメテオロ。どんなことだったっけ。あとで見返しとかんかったら。わからない。だが、あの時見えたビジョン、捕食されたコーコ、コーコの姿となったメテオラ、そしてアニマ、順を追って辿っていくのなら、もしかしたら、あれは未来から届いた声だったのかもしれない。未来から。未来、あれは未来のアニマの姿なのか。え、そうなの。そんな姿見えたっけ。あれあれ、どの話をしてるんだ。どの話をしているんだ。だが、少なくともメテオラは、やつらは悲しい生き物なのかもしれない。そこにたどり着いたんじゃ。効果もこれが分かっとったかな。何か分かったのか。クロエ、私はアニマにこれまでのことを謝りたい。そこまで思わせるようなことがあったんじゃ。どうしたんだ。あれほど敵意を向けていたのに。あの時、声を重ねて歌った時、私はあの光の中でアニマと長い時を生きたんだ。何それ。デビューしてから引退するまでの二十数年という時の流れ、芸能界の二十数年という時の流れみたいな感じで。分かった。あいつのことが罪はある。あいつはコーコを捕食した。あいつはクロエを傷つけた。お前はクロエを傷つけた。けれどそれは私はあなたを怒らせた。なんだかちゃうな。苦しんでいた。仕方がなかったんだ。メテオラというシステムがコーコやお前を傷つけようとしている。メテオラというシステム。システムって言い方何？生物だろ。ああ、その衝動に苦しんで抗い続けているあいつを。どういう意味でシステムって言ってんの。どうしてすることなんてできる。自我を持ってしまったシステムの悲哀だ。それを理解してやれるのは私であるはずだった。なのに私はあいつを獣と決めつけて、あいつの心を知ろうともしなかった。
もっと早くあいつと歌ってあげられれば自分が嫌になる。まさかとは思うけどさ、むしろそれをやるためにノアという存在が作られたというでも言いたいんか。悩み苦しむ姿はもうすっかり人間のようだな。目に涙も浮かべてな。人間のようか。私は、ああ、食事をするし、眠るし、泣くし、後悔や自己嫌悪で心を痛めている様子はどう見ても。そうか。今に寄り添うアークはいよいよ今に寄り添う人間となれたのだな。この後悔や悲しみも人である証なら。今に寄り添うもの、そういうことか。前々から言ったようなことがするな、寄り添うって。どうした？コウコが夢で言っていたんだ。私には今とそれに寄り添うものがいると。そのどちらも大切に受け入れることができればきっと素敵な未来が訪れると。今とはおそらくアニマのことだ。お？そしてそれに寄り添うものとは前のこと。二人が共鳴して一瞬だけ未来が見えた。未来が、あの雄たけびをあげる巨大な獣のことか。なんか雄たけびあげよったっけ。ほんまに全然聞き取れんかった。お前はアニマ、あったっけ。メテオラのシステムに抗っていると言った。うん。私やコウコを傷つけようとするシステムに。一体それは何だ。どうしてメテオラが私たちを狙う。残念ながら正しく答えることはできない。私はあいつの衝動を感じただけだ。ちょっと言葉にするのは難しいって言いたいのか。クロエ、以前お前は私に言ったな。コウコの死から全ては一本の糸でつながっているような気がすると。そしてその糸を手繰っていくことがコウコの望みかもしれないと。お前が夢で見たコウコの言うことが正しければ、私とアニマが共鳴して見せたあの怪物は、未来で待っていたものは、この世界の今を破壊し尽くす獣だ。そんなヤバいのが出てくるってことか、これから。断じて、コウコなどではない。お前も見ただろ、あの姿を。見てません。聞いただろ、あの方向を。聞いてません。なるほど、ヤバいやつが出てくるってことが分かった。この後ヤバいやつが出てくるってことが分かった。みんな期待しといて、ヤバいやつ出てくるよ。希望を捨てたくない。何も知らないまま未来を放棄するのは嫌だ。調べないと。あのメテオラは何だったのか。どうして彼らは私やコウコを狙うのか。それは私も同感だ。だがクロエ、うん、調べる先の当てはあるのか。あるの？データの身辺とかなんか、わ、意味ありげな単語出てきたよ。でも残念ながらジュリーのラブでした、選択肢。ジュリーだ。この世界で最もメテオラについて詳しいのはあいつだからな。そっか、それはそうだ。もう200年以上メテオラに執念を燃やしてる。いや、メテオラ、そうか、そんなに長い時おったやな。メテオラに狙われるデザインだ。私を作り出したのもあいつだ。あ、そう考えたら、分かってなかったらこんなもん、こういうデザインドという存在を作らんか。ラボに侵入して情報を集めることができれば。なに、メタルギアソリッド始まるこれ。クロエ、覚悟はしているのか。ダンボールカンブル用意しとけよお前。ラボのセキュリティは厳重だ。それほど隠しておきたい情報があるということだ。何が分かっとんな、あの黄色。黄色。あのトリオの黄色担当。コウコが言ったんだ。アニマやお前を受け入れることができれば素敵な未来が訪れるって。私はコウコの示した未来をどうしても知りたい。夢の話だろ。幻想かもしれん。ああ、夢の話だけど、なのはノア、お前とアニマが見せてくれたあの未来のメテオラ。不思議と私はあれが恐ろしいものだと感じなかったんだよ。そうなのか。まあ、どんな見た目なんか、どんな声なんか、俺はちゃんと分かってないから、なんとも言えんわ、その話も。やれやれ、
様の相棒を持つと大変だの。よほどのことがない限りラボを離れないのなら、よほどのことを起こせばいい。その隙にお前はラボへ侵入し、よほどのことで何ですか。なんだジュリエ博士にとってよほどのことって、とんでもなくよほどじゃないと動かんと思うな。お前だって捕まればただでは済まないだろう。いいさ、友のためにバカをするのもまた人間らしい。学生時代のバカらしいこと、学生時代の人間らしさってを出してくるな。お前何をする気だの。何、嫌な予感がする。やるよ。これはこの感覚は、わーい、結構とんでもないことやろうとしてるな。地上へ出るのを止められなかった、あの時のような。相当やぞそれ。だとしたら相当やぞお前。なんだ、違う、あー、なんか見たことある、見たことあるわこれ。